順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか。ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え、はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ。3000万。用意できますか。うん、組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。え、ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何。あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ。信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。出かけるの。私も行く。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。
そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。またな、キルちゃん。おもろいな。ちょっと寄ってきませんか。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？
何？ああ。でも許さねえぞ。後悔するな。
なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。うっせえろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ、てめえ。はいはい、ええそうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋、何の情報が欲しい。登場界の100億、それに由美と水木って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。おい、10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場界敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。
下闘技場か。そうだ、金の使い道を思いつかねえ金持ち、チー見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここはサイの河原だ。三ズロ川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。桐生、いいか桐生、これからこの先のリングで三人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強い奴とやってもらう。で、三人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。おっと、武器か防具を装備しているな。そいつは禁止だ。外してくれ。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、道島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。今、ゴングです。